11月5日日曜日午後5時15分の日本海は風は全くないですね。海には朝から良質なうねりが入っていますが、ついに伸びて伸びてインサイドブレイクになりました。午前中結構いい波が割れてたんですけどね、乗れたんですけどね。こちらも無風でまだメンツルのうねりが入ってきますけど、インサイドで割れますね。ここで朝は乗れるんじゃないかっていうぐらい結構沖からブレイクしてましたけど、インサイドブレイクになりました。おお、まだうねりがしっかり入ってますね。気温は21度ぐらいありますね。風はありません。海には良質なうねりはまだ入ってますが、インサイドで割れますね。明日どうですかね。干潟はこんな感じです。お、左の奥で結構テイクオフできそうな波が割れました。インサイド気味ですけど、あ、テイクオフはできそうですね。まだ